皆さんこんにちは、トビーです。今日の、3分ビデオは特別に教会からですねお届けしたいと思います。皆さん覚えてますか、この場所ずっとね来られてないですね。なんか忘れちゃったかと思ってちょっと見せます。これロビーですね。でここが礼拝堂なんですが、10月4日いよいよですね、限定的ではありますが、ここの場所で礼拝できることを、行います。10時半からの合同礼拝を持ちたいと思います。特別な、合同礼拝ですね。本当に半年ぶりに、数名の方でが集まれる、まあ、それが、まあ、この場所最高で、まあ、50名ぐらいの、礼拝となると思いますので、そのためにはですね事前に予約が必要です。メールの、中にあるその予約というボタンを押して、そこで、名前とか教えてください。そしてですね、まあ、その、限られた人数ですが、ここで一緒に礼拝をします。ただ10月4日でここの場所に来れないという方、それはですね全然大丈夫です。9時半に、礼拝、オンラインでできますので、その中でも、聖餐式が行われますので、教会に来れないという方はですね、自宅から礼拝を続けてください。でも来れる方はですね本当に久しぶりにここで会えることを楽しみにしております。それとですね、10月4日はロッツのホームレスミニストリーって私たち定期的にやっていましたが、今はその場所に行ってご飯を作ったり会うことはできません。ただドネーションドライブをして、その彼らに、生活用品を届けるっていうことを行います。その4日にですね教会に持ってきていただきたいものがあります。もちろんできる方で結構ですので、まあ、そのリストっていうのがEメールの中にも載ってると思いますが、洗剤とか、シャンプーとかボディーソープとか、これ使ってないものですね、新品のものに限りますけれども、それを持ってきていただいて、ドネーションものを、そのロッツのミニストリーに私たちが届ける、まとめて届けるようにしますので、それがですね10月の4日の日曜日10時から12時、たとえ礼拝に来れなくてもその、用品をドロップオフすることができます。もしくは10月の8日、これは木曜日なんですが、10時から12時の間に私たちここにいますので、そのドネーショングッズを持ってきていただくことができます。ぜひですねそういった形で、このような時期も私たち行けないけど、その具体的な形でこの町のホームレスのために、何かができる、まあ、それを行いたいと思いますので、ぜひそのことも覚えていてください。それでは10月4日の日曜日、この教会で礼拝できる、まあ、本当に限られております。マスクをしなければいけないので、ぜひマスクを忘れないように。本当苦しいかもしれない、でも会える、みんなで礼拝できるということはすごく大切なことだと思います。でもその前に9月の27の日曜日、ファイナンシャルリドゥ、これはお金についてパスターカールがですね、そのことについて御言葉から語ってくれます。そこの健全の再スタートとは何なのか、一緒に学んでいきたいと思います。今週の日曜日も、オンライン9時半に礼拝に参加してください。